今日は市場で買ってきました。ブダイをさばきたいと思います。1匹400円でした。この魚はもともとメスで生まれてオスに変化するという魚のようで、この赤みがある魚体はですね、メスということですので、こちらはオスではなくてメスの魚になります。で、歯に特徴があって、ちょっとこうギザギザギザとした感じでいくつもの歯が生えています。で、浅瀬に住んでるようで海藻や甲殻類を食べているそうです。夏には特有の磯臭さがあるということで、鷹の歯台や三の字のような味になってしまうのではないかと思います。で、こちらですね、これが鱗です。結構大きめの鱗がここにですね、ビシッと入ってます。ではこちらを、お刺身に少しだけして食べてみて、残りは煮付けにしてもらいたいと思います。はい、始めます。まずは血抜きをしていきたいと思います。ここにエラ蓋がありますので、ここに穴を開けて、これちょっと血抜きをします。はい、ではパンパンになりましたので、これをよいしょ立てておきますと。ではあれから15分ほど経ちましたので、血抜き終了します。よいしょ、こんな具合ですね。取れますね。結構、おお、気持ちいいな、これ。強引にガッといくところですね。ではお腹を出して頭を落としていきます。ここに切り込みを入れといて血合いを取ります。切り込みを入れたこの血合いを、ブラシなどでかき出します。はい、では3枚におろしていきます。ちょっと鱗に惑わされないように。では反対側もさばきます。
よいしょ。消えちゃった。よいしょ。いいので。なかなか身の弾力が強い魚ですね。味見をしてみます。これでちょっとあんまり磯臭いようだったらやめときます。よいしょ。では味見してみたいと思います。かなり弾力があって、美味しそうですけどね。いただきます。うん、うん、少し筋はありますけど、全然磯臭さはないですね。鷹の肌とか三の字のような嫌な飲み込めないような磯臭さもないですし、とりあえず身が硬いですね。薄く切って盛り付けたいと思います。どう切ったらいいのかな、こうしてこれをさらに薄く、では、こちらブダイの絵を作り、ちょっと薄めに切った形です。これをお刺身にしたので食べたいと思います。はい、でこちらはですね、煮付けにしてもらおうと、こちら煮付けにしてもらおうと思います。はい、では今日の動画は以上です。はい、ありがとうございました。あれ、ちょっと待って、今録音してたんやって。